RX78 にガンダム改造機。今回 BB 戦士ナンバー329ガンダムアニメカラーバージョンをプチ改造して制作します。すぐ見するとスーパーフォルメらしくかっこかわいいスタイルです。足の可動域がとてつもなく広いですね。後ろ姿です。肉抜きが少なくかっこいいキットです。ここからプチ改造内容です。まずは足裏の肉抜きを埋めてバーニアを追加しました。どこのご家庭にもある BB 戦士ニューガンダムのエフェクトパーツを使用してバーナーのクリアパーツを作ろうと思います。まずはお湯丸でパーツの型を取ります。レジンを型に流し込み UV ライトで固めます。このままではバリが多く使えないのでしっかりと除去します。バリを除去したのがこちら、クリアブルーのバーナーエフェクト完成です。同じものをもう一つ作りバックパックバーニア用にします。取り付けるとバーニアから青白いバーナーが噴射し加速しているようなイメージです。バーナーと同様にサーベルもレジンで製作します。モノアイもクリアイエローで作ります。レジンは初めて扱いましたが意外とうまくいきました。肩アーマーとアンテナの裏に筋彫りを追加します。サフ拭いて全塗装を行います。バックパックのサーベル取り付けにはネオジム磁石を使用してみました。ここからは完成写真での説明になります。メインカメラはホログラムを貼り付け、胸部にモールド追加、ハンドはビルダーズパーツへ変更しました。各部にはデカールを貼り付けています。サブカメラもホログラムを貼り付けました。バックパックにモールドを変更し、バーニアをビルダーズパーツへ変更しました。各部、筋彫り、肉埋め、色分けを言ってます。以下ポージングです。ご視聴ありがとうございました。他にも改造機動画ございますので見てみてください。